ボワルセル系、ボワルセル系、ボワルセル系、ボワルセルシレラインは、サラブレッドの不系、父方の系図の一つ。ボワルセルを系統上の祖とする。ボワルセルは、ダーバー以来、セントサイモン系に、四半世紀ぶりに、ダービー勝利をもたらした名馬にして、イギリスのリーディングサイヤーを獲得した名手ボバである。 現在ではほぼ過去の遺物となっているが、全世紀の1950年代から60年代には、世界的に活躍馬を多数排出していた。例えば、イギリスでは、テヘランやミゴリ、タルヤを出した。アメリカでも、テヘランの孫のクーガーやミゴリサンクのギャラントマンが、活躍した。日本でも、ヒカルメージやヒンドスタン、新山は著名である。この中には、 各国の歴史的名馬が何頭も含まれている。豊かなスタミナと強烈な末、足を伝えた反面、主護馬としての成功率は低く、不景の広がりは同世代のネアルコに完敗することとなった。1970年以降は、車用となり、南北、アメリカや日本で散発的に活躍馬を出すのみに落ち込んだ。1990年代も後半になるとそれも、 ほとんどなくなり、不景はことごとく失われた。ボアルセル系は、もともとセントサイモン番年の産区、調査に発する不景である。調査は、母が、オークスはカンタベリーピルグリム、判定にセントレジャーはスウィンフォードという両血あったが、クラシックでは前線するにとどまった。タネボバとしても成功したが、 調査3区の活躍場は頻馬に偏り、他府系に繁殖頻馬を供給するのみだった、特にファラリス系。イギリス内ではすぐに府系は途絶えたが、フランスに渡ったプリンス・シャメイがおじ系を形成した。この府系からボワルセルは出ている。ボワルセルは1935年にフランスで生まれた。母がプラッキー・リエージュであり、半兄にサーギャラ・ハット、ブルドッグ、 アドラミラルドレーク、ベルアセルラがいた。決闘票中に、セントサイモンを4カ所持ち、血量は合計で21%を超えていた。デビュー戦を勝った後に、イギリスのピーター・ビーティに売却され、新しいオーナーは6月のダービーのために、イギリスにボアセルを送った。ダービーは21倍の人気薄だった。レース後半のニハロンで、ヘラルドが、驚くべき。 スピードの爆発と表現する末、足を見せ、後方から一気に先頭に立つと、最後の一ハロンはそのまま四馬身のリードを保って、ゴールした。セントサイモン K として二十五年ぶりの A、ダービー制覇は、非常に強い勝ち方だった。自走のパリ大賞では、後に、サラブレットの決闘を支配するね、アルコの前に敗れた。なお、ボアルセルトネ、アルコの二頭は、 共にスペアミンと母方に持ち、共にセントサイモン金後継という共通点があったが、将来的に両父系の名案は完全に分かれることになる。この時点で故障を患っており、再起することなく引退した。レースに出走したのはたった3ヶ月だけだった。1940年にイギリスで種ボバとなった。ボアルゼルは競争馬の父として成功し、 外戦門章が、ミゴリ、セントレジャーに勝った、テヘランなどを出した。本馬と種ボバランキングを争ったのは、ネアルコやハイペーリオン、フェアトライアルなどである。集計方法によって異なるが、1949年は、ネアルコではなく、ボアルセルが主位だったとする資料も存在する。3区の内後継種ボバとして、有力になったのは、テヘラン、ミゴリ、ヒンドスタンの3頭である。 その他、デルビルウッド、オーストラリア、スワローテール、ブラジル、ロイヤルフォレスト、ブラジル、ヒカルメージ、日本なども各国で成功した。その時代のボアルセル系を代表するシュボバ、著名競争馬およびそれらの先祖馬に限る。ボアルセル2年目のサンクテフェランは、第二次世界大戦中に走り、セントレジャーに勝ち、アスコットゴールドカップとダービーで2着になった。 タネボバとなった際には、10万ポンドのシンジケートが、組まれた。これは、レアルコの6万2千ポンドを上回って、史上最高額である。テヘランの代表3区はタルヤーである。この馬は、非常に強力な競争馬で、1952年は、ダービー、セントレジャー、エクリプス S、キング・ジョージ6世クイーン・エリザベス S に勝ち7007勝であった。 獲得賞金は76,417ポンドに達し、アイシングラスの持つレコードを57年ぶりに更新した。この活躍でテヘランは1952年にイギリス首位シュボバを獲得した。引退後シュボバとして売却された27万5000ドルもレコードであった。タルヤーは当初アイルランドで共用され、4年目からはアメリカには立ったが、タネボバとしては、 期待に応えられなかった。アイルランドとフランスの戦技2馬を一頭ずつ出すのみに終わる。子孫は障害の名馬が何頭が出たほか、オリンピックなどの馬術競技でも活躍した。一方、テトラークエスに勝ったテール・オブ・ツー・シティーズはチリに輸出され、当地で主意主馬となった。そのサンク・クーガーはアメリカ合衆国に移籍し、最優秀芝馬,馬になるなど活躍した。 外国産馬初の100万ドルホースとなり、米国競馬の殿堂入り。種ボ馬としても一定の成果を残した。代表3区ガトデルソルは、ケンタッキーダービーの勝利馬だが、種ボ馬としては全く不調で、後に西ドイツに輸出されるが、そこでも活躍馬は出せなかった。テヘライ系は、ガトデルソル産区のガトデルサーを最後に途絶えている。 ヒカルメイジとヒンドスタンは、共にボアルセルの産区で、日本で、タネボバとして成功した。イサベリーンの持ち込みである、ヒカルメイジは、優れた能力を示し、特に3歳以降は10戦して8勝2着2回で、日本ダービーはレコードでの勝利だった。1958年からタネボバとなった。ヒンドスタンは8戦2勝で、2度の勝利は、アイダービーと、 セントジョージ・ステークスという馬であった。アイルランドで7年間供養された後日本に輸入され、1957年から日本で種ボバ生活を開始した。両馬の種ボバ成績の概要としては、ヒンドスタンが1961の1965、1967から1968年の7度日本首位種ボバ、光カ明治は1963年の8位。 1965年の7位と2度ュボバランキングのトップ12名を連ねた。また、同時期にテヘランサンクのゴールドアロー、タルヤーンクのタリアートスも日本で種ボバとして強要され、大競争の勝ち馬こそ出なかったものの多数の重賞馬を排出している。1960年代は日本におけるボアルセル系の全盛期であった。ヒンドスタンは、 多数の後継ュボバを残したが、1960年代、70年代の内国産守母場フグルの時代の最中、成功できたのは、新山や大コーターなど一握りだった。光明治の後継ュボバもすべて失敗に終わっている。菊花商場大コーターは、当初全く人気がなく、毎年一桁台の産区しかいなかった。ごく少ない三区から報酬リッチや報酬ミサイルを、 出すと、徐々に人気が出て、種ボバランキング20位以内に3回、最高は1981年の4位入った。恒例になってからも西のライデンやプレジデントシティを出している。なお、日本における、ボワルセル系最後の大レースカチューマは、大コーター3区1回の条件場に過ぎない、無前大王が出した、コスモドリーム、1988年オークスである。 別のヒンドスタン3区で大レースに勝てなかったリューファーロスも少ない3区からリュー気候やアンドレアモンなど活躍場を出した。ヒンドスタン3区で最大の成功を収めたのは新山である。新山は3巻のほか、天皇賞、秋や有馬記念、宝塚記念を制した日本競馬史上有数の名馬だった。1970年代前半にほぼ唯一の 内国産成功主ボ場として地位を確立すると1978、79年に種ボ場ランキング3位につけた。特に1975年生まれ世代の獲得賞金は10億円を超えており、ジャビスのデータ上は全主ボ場中トップで3区世代別リーディングサイヤーとなっている。3区の内番年に生まれた美保新山は、サツ賞や吉花賞、天皇賞、 春を制した。新山も後継守母場を何頭か残し、三保新山と橋琴とぶきが重傷場を2頭ずつ出した。さらに、三保新山三区の前新山が種母場となり、21世紀初頭まで不景が残っていた。1980年以前3は8、大競争優勝馬または、重傷勝利三区を有する守母場。1981から85年3は、 重小複数勝利バに限る。ギャラントマンはアイルランド生まれの見ごり産区である。母は愛品馬2巻のマジで、謹身にも多数活躍馬がいる良血であったものの、脚部不安の状態高が低く当初は評価が低かった。ベルモント S、トラバーズ S を制し、同期のボールドルーラー、ラウンドテーブルらと共にアメリカ競馬史上最強世代を形成した。 タネボバとしては成功はしなかったものの、数頭の領区を残し、結果的にこのギャラントマンの子孫が、ボアルセル系の中で最後まで残ることになった。日本に輸入された北京流園は、オールカマー5着とレコード価値が2回あるだけの馬だったが、3区にマキバスナイパーを出した。この馬が日本における、ボアルセル系最後の重傷馬にしてタネボバとなった。また、ガイアルドは、 ウルグアイに輸出され、当地で21世紀初頭まで活躍場を排出していた。いずれも2017年現在不景子孫は失われている。ギャラントマンの代表産区は名品ギャラントブルームであり、ただでさえ少ない活躍場は頻馬に偏っていた。ボバの裁量馬、ギャラントロメオは重傷馬を散発的に出し、うちエロキューショニストはプリー・イックネスエスとアーカンソーダービーを勝ち、 ケンタッキーダービーでも3着だった。エロキューショニストからはさらに2頭の G1 バレステーションとデーモンズビゴーンが出た。デーモンズビゴーンは重傷馬を数頭残したが3区はいずれも種ボバとして人気が出なかった。実質的にこの世代でサラブレッドとしてのボアルセル系は終焉を迎えた。2018年現在、ボアルセル系はもはや不系としての体を成しておらず。 消滅を待つのみになっている。ワシントン州で共要されているデーモンウォーロックはボアルセル系の最後であり、100年以上続いた調査系、ボアルセル系の上位系統の最後の種ボバである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。